く動物たちが寝室に戻る時間となります。寝室に入ると動物たちを外でご覧いただくことができなくなりますので、ご理解をお願いします。なお寝室によってはガラスビューから動物たちをご覧いただけるところがありますので、お楽しみください。
Thank you.
常盤動物園にお越しの皆様にお知らせいたします。常盤動物園は閉園時間となりました。またのお越しを